じゃあ、こんにちは。はい、よし、お願いします、ね。はい、まあヤクルトが強くなったって、はい、ヤクルトって独特なロッカールームの過ごし方をするよね。え、そうなんですよ。もういやだから知らないだろ他の球団。え、わかんないです。だから俺ヤクルトの話聞いてびっくりしたのが、はい、みんなで寄ってたがってゲームやってるとか、もうこういう風にロッカーなんでみんながもう顔向き合ってるんですよ、うん、はい、だからみんなでコミュニケーションを取ってるっていう。そうです、そうです、そうです。だからそれが一つの一体感を生むっていう。ああ、そんなことはない。いやでもまあそれはありますね。であとヤクルトで言ったら今石川さんと青木さんが一番年配 で、うん、でそこがめちゃくちゃ仲いいんで。ああ、じゃあ気使わなくていいな。そうなんですよ。勝手に行ったら勝てますよねやっぱり、うん、で島さんとかもいて誰もこう気を使わないっていうか、うん、みんなが本当に仲良くやるんですごくいい雰囲気でしたよ、僕がいた時も。今もっといいと思います、ね、いやヤクルトはいいって言うよね。だって塩見が家に帰ってくるみたいな、なんか家族でなんか過ごしてるみたいな、はいはいはい、やっぱそんな感じ。僕もそれは分かります。塩見の言ってることは本当によく分かります。ああそう、はい、休みの日とかも神宮のロッカー行ったら落ち着きますもん。ああそうなの。めちゃくちゃなんか落ち着くんですよねあの空間が。ああ、本当そうですね。その雰囲気が出来上がってきたっていうのは何年ぐらい前かな。ずっとじゃないだろやっぱり。え、ずっとじゃないです。もともと違ってたんですよロッカーが。ああ、こういう一つの輪っかになってる体制じゃなかったんですよ、うん、あれになってからだから2018年ぐらいですかね。やっぱロッカーの形状っていうのも一つチームを強くするための手かもな。いやそれもあると思います。あ、いい話だね、はい、だって変な話そのなんだろう別れてたらそうちょっとこう悪口出たり嫌味出たりとかする可能性あるじゃないですか。あるある。はい、だからああいう一つのところなんで自分が乱してしまったらみんなのあれが乱れるっていう風になるんで勝手に。だから自分の感情をバーンってできるようなとこないんで、うん、だから本当試合終わってロッカー帰ってきたらもう落ち着くしかないみたいな。なるほどね、はい、でもこういう風にあって、うん、一番角に石川さんと青木さんが座ってるんですよ。で一番こっちに鉄とか座ってるんですよ、うん、でその横に志麻さんが座ってるんですよ、うん、で村上がこう真ん中辺にいてみたいな、うん、でまあそんな感じでこういい感じの絵になってて、うん、たださ雰囲気だけじゃやっぱりチーム勝てないと思うんだけど、はい、やっぱり本当に強くなったっていうのは村上が入ってきてからの存在感だと思うんだよ。そうです ね、 ですね。じゃあ村上を丸裸にするという。裸にしますか。裸にします。村上を丸裸。後輩だから言いやすいだろ。あのなんていうのみんなを鼓舞していく、はい、あのメンタリティの強さっていうのはすごいと思うんだけど、やっぱすごいか。すごいですね。例えばどういうところがすごいの。だからまあ物おじしないというか。物おじは全くしないよ、ね、あのね僕すごいなと思ったのが結構いろんなコーチとかにこうしろああしろとか多分言われてたんですよ、うんうん、であいつは自分の意思は絶対曲げなかった。いや僕はこうだもうこれだっていう、もう絶対自分はこれだっていうのを信じてやってたんじゃないですかね。曲げまくってたもんね。僕はまあもうあのこう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 もういろいろ言ってたんで、いろいろやってたよな。収まりきらなかったですね一つに本当に。でもやっぱ村上って自分の意思を貫き通す。貫き通しましたね。であいつが出始めた時ちょうど2018年だったんですけど、うん、サードで、うん、プロ2年目ですね、うん、めちゃくちゃエラーしてたんですよ。そうそうそう。でもう僕があいつになったとしたらもう心折れると思ってこんだけエラーして、うん、ベンチ帰ってきて次の打席でゴーンって打つから、うん、お前どんな神経してんのと思ってて。でもベンチで相当怒られてるんですよ。宮本慎也さんにも怒られるし青木さんにも怒られるし。青木も怒るの。青木さんめっちゃ怒ってました。青木さんはもうとにかく胸には相当厳しいんで。ああそう。めちゃくちゃ厳しいですよ。いや深夜が厳しいっていうのは、はい、もう見てる人だったらああそりゃそうだろうな、はい、と思うと思うけど、はいはい、青木がめっちゃ厳しいです。どういう厳しさを持ってんの。まあ自主トレ一緒に村上と僕とはもう行ってたんですけど、うん、相当胸には期待してたと思うんで例えば身だしなみであったり行動であったり言葉遣いであったりもう言ってましたね。やっぱりお前そんなんじゃお前日本代表なんか背負えないよみたいな感じで、もずっとこうお前日本代表入りたいんだったらこうしろしろしろっていうような感じでずっと教えてましたね。野辺さんはいい先輩いるなやっぱりな。い強いチームには、はい、もう本当に胸はもう青木さんがいなかったらって僕は思いますね今でも。でもその青木の言葉っていうのは村上の心にはちゃんと響いてる。あ、もう響いてると思います。だって何回も怒って何回も突き放したりとかしてると思いますよ。それでも食らいついていくの。はいはい、
でもそれでやっぱ村上は変わっていったの。変わっていきましたね。僕が一番びっくりしたのは、初めて青木さんの自主トレに来た時に村上がものすごい体硬かったんですよ、うん、村上が、うん、で青木さんがお前このトレーニングしようって言って、そのトレーニングがもう地味できつくてもうしんどいんですよ、うん、でお前これずっとやれって、まあ、ストレッチみたいな。そうですそうです、ヨガなんですけど、お前これずっとやっとけって言ったら村上はやっぱバッティングをメインに自主トレするのかなと思ったんですけど、もうほぼほぼ9割8割はもうずっとそのトレーニングで、その自主トレ期間中は、うん、でそれ毎日やれって言ったら、村上はやっぱ毎日やってました。朝やって練習終わって家に帰ってきて夕方もやってってずっとやってたんですよ、うん、そしたら一気に体が変わって、だからそういうなんか続けれる継続できる力っていうのも、うん、これすごいなと思いましたね。村上は一緒にやってたの。やってました自主トレ、はい、でも性格も強いよ ね、 強いですね、精神的にもね、はい、あれは家庭環境にある、お父さんがめちゃくちゃ厳しかったって話聞いたことあるけども。あ、そうなんですか。あ、それ知らない。いや、わかんないです。そう、お父さんいや、なんかめちゃくちゃやっぱこう厳格な人で厳しく育てられたって言ってるけど、俺ねびっくりしたのが、初ホームラン打った時、はい、1年目かな、はい、でその後の打席がさ、三振したんだけど、はい、もう粘って粘って内からバット出そう出そうって、あれにはちょっとびっくりしたんだけど、なんかやっぱこう考えてることも違う。あいつ違うんじゃないですか。だって4番がゴロ打ってファーストにヘッドスライディングするやつ初めて見ましたもん。まあそうだな、はい、これ見た時すごいなと思いましたね。なんか感動しました、うん、あ、こんなやついたらやっぱ勝手に強いわこのチームって思いましたね。やっぱ村上が入ってきたことによって、村上も言われるだろうけども周りも変わっていったことってあるの？それはまあテストがまず肩の荷がちょっと降りたっていうのもありますし、テストが、うん、だからそのどうしてもあいつ一人で背負ってた部分があったので、うん、でも村上がバーンってきたことによって、ちょっとこうもちろん今もプレッシャーあると思いますけど、少し解放されたところもあると思いますし、うん、まあ、本当なんか石川さん、青木さんのまずベテランがいて、で中堅どころにまあ山田とか、うん、川端慎吾さんとかがいて、で若手に村上ってしっかりしたものがいるんで、もう本当バランスが多分めちゃくちゃいいよな。若手も村上がこう、もう村上って発言力多分今あると思うんで、こうしろあしろって多分言ってると思うんですよ、若手にも。村上がはい多分、うん、でやっぱこう高津監督の目の前に座ってるっていうのがまたいいじゃないですか、うん、あいつがメジャー志向はあんのかな。やるんじゃないですか。アメリカで自主トレやってた時もやっぱりあの空気がいいなっていう話はしてたんで、一緒にアメリカでやってた、はい、一緒に。アメリカのどこでやってたの？ロスでやってました。あの、あんまり目が届かないところで。なんかしたろ？いや、なんもしないですよ。嘘つけ。なんもしないですよ。俺は知ってんだぞ。何なんですか？ロス。ロスで。ちょっと高速走ったところに飲み屋があって。行ったな。飲み屋。飲み屋ってんすかね、あれ。まあ、クラブみたいな。なんとこですかね。行ったろ。行きましたね、1回は。いやいや、1回じゃない。あれ2軒あるから最低に2回行ってるはずで。めっちゃ高かったっすけどね。まあ、あの銀座並みだよな。高かったっすね。いや、うん、なんかあったろ。ありましたね。そうだろ。豊川さん、詳しいっすね。詳しいよ、もう。地獄耳だから。いや、本当に。でも、アメリカでやる実装レって、やっぱり日本でやる実装レとは、また内容とか全然違う。いや全然違います。向こうのもトレーニングやるので。向こうのトレーニングと日本のトレーニングの違いって何の？いや、なんか見たことない機械とかいっぱいあって、お、何この機械みたいな、日本で見たことないんだけどっていうのをやったりとか、あとは現地の大学の人たちがバッティで投げてくれるんですけど、なんかものすごいあのでかい平均台みたいな上から投げてくるんですよ。そうだ、ね、バーンって、しかもめちゃくちゃなスピードで投げてくるんですよ、うん、でもそれはめちゃくちゃいい練習になりました、はい、なんかこうタイミングを早く取るっていうか、これを打ち返さないとダメなんだみたいな、うん、日本のバッティングピッチャーは打ちやすく投げすぎだみたいな、まあ、まあそう言ってましたね。確かにね、はい、うん、でも気分も変わるわな。いや変わりますね、はい、体も動くだろうしな、はい、そうですね、やっぱアメリカは良かったですね、うん、今年三冠を取れるかな村上。いやもう僕は取ると思います、うん、だってホームランと打点はもうほぼ決まりだよね。で打率が今、2位ぐらいだな。1位が佐野。佐野啓太も打ちますからね。でも村上がヒットでいいってなってくると相当な確率は上がってくると思う。ああ、まあまあそうですね、うん、だから難しいところじゃないですか。ホームラン50本も多分打ちたいと思いますし、率も残したいし、難しいところですよね、まあまあ、どこでこうホームランからヒットに切り替えるかっていうところじゃないんですか。そうだな、
はい、そのアドバイスはしてよちゃんと。僕がですか。そうお前もうヒットに切り替えろって足俺のと取っかえてやるみたいな。おっさん悩んでも増えるやろ。いやいや多少なりと。いやいや彼もまあそこそこ足は速い、まあ、あるよね。でも一生懸命やる子だから可愛いよな、ね、本当な、はいはい、いい後輩持ったね。いやよかったです。もう本当なんか村上可愛がっといてよかったなと思います、ね、本当な、はい、はい。